フリオ・デ・カロは、フリオ・デ・カロ楽団代表で、単語の作曲家でありバイオリニストである。デ・カロが生である。クラシック音楽院の教授の家で生まれ、バイオリンを習得する。1916年に、エドゥアルド・アローラス楽団に入団し、デビューを果たす。その後、オスバルド・フレセド楽団を経て、ファン・カルロス・コビアン楽団に入団する。この楽団のバンドネオン奏者は、 有名なペドロマフィアである。1924年に代表兼ピアニストのファンカルロスゴビアンがニューヨークに移住してしまったファンカルロスゴビアン楽団を引き継ぎメンバーが入れ替わり、フリオデカル60相談となる。この楽団の貢献は単語で編曲を重視し、大胆な編曲によりその楽団の個性を発揮させるという単語音楽の特性を確立させたこととされている。 ペドロ・マフィアは1926年に退団するが、ペドロ・ラウレンスという有名なバンドネオン奏者を揃え、フリオ・デカ・ロ楽団は一世を風靡する。1930年代にアルゼンチンでもジャズが流行り、フリオ・デカ・ロ楽団もドラムや木管楽器などを導入したオルケスタ・メロディカ・インテルナショナルという編成で、スイング・ジャズ風のアレンジも行うという画期的な演奏を行うが、 聴衆の指示を得るまでには至らなかった。より新しい演奏を目指すという姿勢は、後に高く評価され、オラシオ・サルガンやアストルピア・ソラの先駆者としている表現も目にする。1954年に引退したフリオ・デカロも単語界で、デカリスもすなわち、デカロ的なものという言葉を残す。デカロの引退後は、踊れる単語ではなく、 耳で聞くだけの単語が主流となってしまったが、踊れる単語としての性能を全く失うことなく、作編曲にこれだけの発明を施した例は、デカロ以前にも以後にも現れていない。SP 時代にもかかわらず、大量に残されている。フリオデカロ作曲、ありがとうございます。